所長がこの石を見つけたんですか？ああ、友達だった部下の一人と現場に行った時に、そいつが滑落事故に遭って遺体の回収を行っている時にな。それで本社に認められてその友達が授けてくれたんですかね。俺はあんまりいい感じはしないね。なんだかそいつの命と引き換えにしたみたいでさ。望みを叶えるために犠牲になったってことですか。なんてやつだっけな、確かケネスとかそんな名前だったな。隊長、ヒンガン、一人で大丈夫かしら。さあな、あいつのことだからまた居眠りしてるんじゃないか。ならあなたが言ったらどう。見張りの件はあなたが言い出したことでしょう。お前もだんだん岩の風に似てきたな、ペグナ。そまじめな口ぶりがよ。言われなくても交代時間になりゃ行くさ。
もっともその前にあの親父が戻ってくれば言うことはないがな。隊長、無事だといいのだけれど。どうだろうな。俺たちだけ逃がしやがって。いい年こいてカッコつけすぎなんだよ。親父が戻ってこなければ動くに動けねえじゃねえか。ユークセン、畜生、せめて生きてるかどうか連絡くらいよこしやがれ。そうね、なんとかそれだけでも分かれば。気圧調整を開始します。完了までしばらくお待ちください。気圧調整が完了しました。
俺はもうダメだ。お前だけでも地球で逃げろ。あらら、妹ネリーは頼む。アナウルグルはネリーに。あらら、お前はここを重複を嫌っただけだな。地球に帰ったら、この重たいが重複とかを襲ったら、早く逃げろ。あら、ネリー、俺は抱えなさそうだ。病気治せよ。アランド、幸せに。アラン、お前は無事だよ。Thank you.